菜が育ちました。はい、どうも、串山まりです。ありがとう。はい、つぶちゃん、これですね。そう、見てみて、これが、うんうんうん、トマト。あ、これトマト、うん、これがバジル。おで、マルゲリータに乗ってるやつね、うんうん、でこれはナスです。ナス、え、ナスってこんなに可愛い紫色の、ね、ナスっぽい花だよね。そうそうそう、そうなんです。いい感じ、もうバジルのいい香りがするしね。でしょ。でこれがね、うん、食べられるかは、うん、マリちゃん次第です。え、どうした？今日お手伝いに来たっていうだけなんだけど私も初心者なの、うん。つぼちゃん初心者だから、本買うとこから始めてるから。本当に私も野菜作ったことないんだけども、ね、大丈夫かな、うん、頑張りましょう、うん、頑張りましたということで今日はこの苗を土に植えるところをやりたいんですけど、はい、その前にちょっと一緒に道具を見てくれますか。はい、はい、すごいでしょう。え、これ全部？そう。え、つぼちゃん、これちなみに自分一人で用意したの？インターネットでポチッと押しました。そしたらこんなに届いたの。これがプランターですね。そう、プランター、うん、プランターで、これが有機野菜の土。そうそう、今回有機栽培をしたいので、うん、土もこだわってます。なるほど。で、これハーブ用の土に。え、ちょっと待って、これ牛糞？それ衝撃でしょ、特濃だから、うん、ちょっと特濃牛糞だから売ってるんですね。売ってるんだ、ね。でもこの堆肥用の牛糞って、なんか全然香りとかしないんだって。あ、そうなんだ。でも本当かどうかちょっと怪しいよね。ちょっとドキドキするかなと思って、ね、ちょっと開けてみましょう、ね、はい。でこれが底石で、石油かすで、これは肥料です、うん、でここら辺がスコップなどなどで。そうそう。え、何このボトル。これはね、これはニームオイルって言って、うん、なんかインドに生えているニームっていう木の実のオイルで、うんうん、これをなんかあの希釈してシュッシュッてすると虫除け効果があるんだって。これで害虫を予防しようかなと思ってます。なんかね、すごく虫が来るの。あ、そうなんですね。そう、苗にもなんかもう赤いダニみたいのがちょろちょろちょろってついてて、そう、それがね、大敵らしいので。そうそうそう、これで全部ですね。そう、あとこれ。え、これ、うん、これ。え、どうしたのこれ伊藤部長からのプレゼントで、うん、え、特注？そう、うん、あのね、うん、昔使ったやつらしいんだけど。分かった。え、覚えてる？覚えてる、覚えてる。え、覚えてるの？え、絵本の読み聞かせの時とかない？そうなんだ。違うかな。作業用ではないんだね。でも、いやいや、これを着て可愛い。いや、でもちょっと気持ちが上がった。あ、本当、うん、違う？うん、違う違う。やっぱり形からね。やろうやろう。青でいい？青がいい。赤で、うん、じゃあこれを着て早速やっていきます。はい。